こんにちは、失礼しまーす。まさに会議中ですか。こんにちは。どうもお世話になってます。なんとなく本当ですか。開ける前に持ってきちゃいましたけど。もうワクワクさせていただいてますよ。うち届いて、お、ずらっと並んで可愛い箱が。大丈夫なタイミングでしたか。大丈夫でしたか。太蔵さんもぜひどうぞどうぞ。会議中になんとなく申し訳ない感じしちゃいますけど、いいですか。じゃあ涼しく。ぜひぜひ。あ、お疲れ様です。どうも。すみません、遅くなりまして失礼しました。皆さんこんにちは、コーヒージャーナリスト岩崎太蔵です。今日はもう話題沸騰と言っていいんじゃないですか。ホストコーヒーさんのオフィスにお邪魔しております。実は前回前々回と私の方でポストコーヒーに入会するっていう動画を上げさせていただいて、ご覧いただいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、かなり面白いんですよ。いろいろと私のコーヒーへの好み、今までの人生の考え方すべて暴かれてですね、その上であなたにはこんなコーヒーがおすすめですって20万通りの中から組み合わせて送ってくれると、あのアンケートに答えてスタートして今回3回目が届きまして、これあまりにも面白いですねなんて話してたら、どうぞオフィスに行って声かけてくださって。そうですね、メールを送っちゃいました。メールいただいて、でずうずうしくオフィスに来たら会議中だったという形でございますが、ポストコーヒーこれからどうなっていくのかみたいなのがなんとなく今モニターに出てますけど、まず現在ポストコーヒーがどういう取り組みしているのかっていうのは、ご視聴いただいている方は皆さんご存知なんじゃないかなと思いますけど、まあ、これはコーヒーのサブスクの業態って言っちゃって大丈夫ですよね。そうですね。元祖ですか。元祖っていうのは、まあそうですね、なんか元祖って言われるようになりましたね。やってるうちに。ですよね。はい。だからもっと前からやっていた事業者さんいたんだと思うんですけど、元祖感すごいですよ。コーヒーのサブスクといえばポストコーヒーって、私自身もそもそも今回動画で上げさせていただく入会の前から、まあ、もちろん知っていて、始まってすぐのタイミングで自主的に頼んでたことあるんですよ。まあもう今コーヒー好きの方の中でポストコーヒー知らないって方いらっしゃらないんじゃないかなっていうところまで来て、でこれからポストコーヒーどういうふうに進化していくのかっていうのが結構自分の中では、まあ、気になってるポイントだったりして、そういうこと今日せっかくなんで聞いちゃってもいいですか。あ、そうですね、はい、もちろんです。言えるんですか。言えます。言えるんですね。今回この動画でポストコーヒーの秘密に迫るなんていうことを言っちゃって良さそうな雰囲気が出てきましたので、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければと思います。過去の動画も概要欄の方に貼ってありますので、もしご覧いただいてない方はそちらもチェックしていただければと思います。ではよろしくお願いいたします。お願いします。いや、まずはポストコーヒーさんのこれまでの取り組みについてこう概要をご紹介したいと思うんですけども、はい、非常にシンプルですよね。そうですね、はい、美味しいコーヒーをいろいろなところから集めてきて、まあ、その中の一部自社でこう焙煎されて、まあ、美味しいコーヒーを用意してそれ適切なお客さんに届けていると、なんかワクワクしちゃうんですよこれ。まずなんかこの箱からしてワクワクするじゃないですか、はい、まずこここれこのハローでしょ。なんかこういうところになんか現れてるんですよ。なんか受け取った人を喜ばせよう、驚かせようっていう、It's coffee at work。 最高じゃないですか。そして俺の大好きなグリッチのやばいコーヒー来てるんですね。ちょっともうすぐ夏も近いしこれ飲んどいてみたいな、そういうのが届いたっていう形ですよね。なんかね、コーヒーの、まあ、豆もしくはその味香りに乗せてなんかメッセージが届いたみたいな感じがするんですよ。なんかそのね、ただコーヒー届けてるだけじゃない感っていうのがポストコーヒーのすごい魅力的な部分だなと思って、どういう人がそれをやっているのかっていうのが気になってたんですよ。だこんな素敵なムードだったっていうことですね。ありがとうございます。代表の下村さん、はい、そして非常になんか下村感が出ている。ご兄弟っていう噂は聞いてるんですけど。そうなんです。
これ本当にご兄弟で、はい、そうですね、はい、兄弟で、お兄さん、あ、僕弟なの、弟の方でしたっけ、はい、涼さん、雄太郎さん、はい、ということで、お二人で組んでこの業態スタートした、はい、ということなんですね。そしてお二人はホストコーヒーのこのワクワクの部分を担っている。これ何書くかとかそういうことも。ここにこれハロー書こうって言ったら誰なんですか。そうだろう。ノリで入れちゃったみたいな感じ。ノリで入れちゃったみたいな。いいんですよ、なんかこの楽しませようっていう、 こう原動力になっている部分っていうのは。なんですか、これ下村ブラザーズの遊び心みたいなとこなんですかね。あ、どうなんですかね。あの、もともと自分たちもコーヒーを通販でよく買ってたんですけど。あ、なるほど、ね、お客さんだったんですね。買ってたんですけど、まあ、届いた時に、うん、なんか楽しみがなんとなく感じられないというか。分かる、そういう体験私自身もありますよ。コーヒーは確かに届いたんで、別に文句はないんだけどっていうやつですよね。そうです、本当にその通りなんですけど、もともと自分で選んだものが届くんで、はい、おっしゃる通り、まあ、使命は果たしてるんですけど、うん、もっとなんかこう楽しくできないかなみたいなところが、これに詰め込まれている感じですね。なるほどね、はい、でもポストコーヒーさん始まってまだ数年っていうところかなと思うんですけど。そうですね、始まって2年ですね。2年、はい、あ、まだ2年なんですね、はい、そうですね。それでこんな日本制覇寸前まで来ちゃって大変な2年ですね。その前何されてたんですか。その前はあのデザインとかシステム開発をやる制作会社を、これも兄弟で経営をしてました。はい、その頃から兄弟でビジネスしてたんですか。そうですね。仲いいね。いくつ違いなんですか、お二人。二つ違いですね。二つ違い、はい、喧嘩とかしてないですか、オフィスで。逆に、羨ましい、この兄弟。え、ゆうたろさんが見て、りょうさんのこう魅力っていうか持ち味っていうのはどういうところなんですか。そうですね、まあ、みんなを引っ張るっていうところはありつつ、うん、おう、なんですかね、ゼロイチを作るみたいなところに欠けてるっていうところですかね。それ弟に言われたら兄貴しびれるよね。最高じゃないですか、ゼロイチ担当。逆に涼さんから見て、ゆうたろうさんのこう持ち味というか魅力、どこですか。そうです、それを言うと、うん、まあ、今ゼロイチ自分がやるって言ってたんですけど、うんうんうん、あとの2から100までは弟がお疲れ様です。なんか仕事量だいぶなんか、ね、あれなのかなと思う。まあ、ゼロイチはゼロイチの大変さがねよくわかりますけど、すごいいいコンビネーションですね。これまでポストコーヒーさんは自社でも焙煎をしながら他社のコーヒーも扱うっていう形でこう展開してきたじゃないですか、はい、あれがなかなか面白いなって僕は最初思ったんですよ。自社のコーヒーを、まあ、売っていくっていうのはまあ基本的な形だと思うんですよね、商売としても。で、他社をいろいろ集めてそれぞれの魅力を伝えていこうっていう、なんかそのコーヒーを作ってる人に対してのリスペクトみたいなのが僕はやっぱすごい強く感じられて、それやろうとしたっていうのは何かあるんですか。あ、そうですね、そもそもポストコーヒーが何を目指しているかっていうと、うん、はいはいはい、美味しいコーヒーと消費者を最短距離でつなげるっていうことをやりたいなっていうのを思ってるんですけど、まあ、自社だけでやっていると、うん、なかなかその一つのブランドだけだと広めづらいなっていうのを感じていて、なるほど。で、それもやっていくうちに、うん、あの、日本にも素敵なロースターさんたちってめちゃくちゃいっぱいある。めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。マジで。そのロースターさんたちと一緒にこう成長していけないかっていうことを考えたときに、じゃあロースターさんパートナーとして入っていただいて、うんうんうん、一緒にこう美味しいコーヒーの業界を盛り上げていこうみたいなことができたらいいなってことで、はい、やるようになりました。なるほど。じゃあもう自分の会社のことだけじゃなくて、もう日本のコーヒーシーン、まあ、日本だけじゃもはやないのかもしれないですけど、コーヒーシーンそのものを盛り上げていこうっていうのがそもそものコンセプトにあるんですね。そうですね、元々ね、そうなっていくと、もともと自分も、
ペシャルティコーヒーが大好きで、うんうんうん、美味しいコーヒーしか飲みたくないなタイプだったんですけど、うんうん、そういう世界を作ると自然に自分もなんか一ユーザーとして便利になったらいいなっていう、うん、わがままが結局自分が一番幸せみたいに持っていっちゃいますよね今ね。でもそれ本当によくわかりますよ、はい、だから自分でコーヒーをやるときにもやっぱり自分はこの味出すけど他にも素晴らしい世界は必ずあるだろうってこと同時にやっぱお客さんには伝えたいと思って、やっぱ同じものを感じますね。私自身もコーヒーを愛しすぎた男としてここだろうって感じするんですよ。素晴らしいじゃないですか。じゃあどんどんその輪が拡大してきてっていうのが現状ですか。そうですね。でギュイーンってなっちゃってるところですね、はい、そうするとしていきたいですね。今どのあたりなんですかこの今ちょうど、まあ、このあたりですかね、うん、ほうほうほう。ちょうど先月いわゆるコーヒー版 ZOZO タウンみたいな感じのコーヒーのショッピングモールをローンチしたタイミングがこうついにそこまで来たんですね。そうですね、ようやく。お、今これはもうすでに組んでいるパートナー。そうですね、このパートナーさんのコーヒーをもうここで購入できます。もうそうそうたるロースターがねずらりと並んでますけど海外も結構あるんですよね。まあ、理想は日本全国のロースターさんのコーヒーを購入できる、まあ、ショッピングモール。概要欄の方からその新しいプロジェクトについて皆さんぜひチェックしていただきたいと思いますけども、ポストコーヒーの立ち位置はどうなってるのかちょっとよくわかんないんですけどその中でポストコーヒーのコーヒーも売ってるよと。そうですね、はい、あの結構大事な電話来ましたね。そう、私出ましょうか。あと今すでにやっている取り組みとしてはどういうのがあるんですか。あとは、まあ、今までにないところで言うといろんなロースターさんのドリップバッグを電車で作らせていただいて、それをセットにしてるっていうものがありますね。なるほどなるほど。こんな感じで入れられる、ドリップバッグ気軽で ね、 そうですね、本当にいいですもんね。え、これ全部5種類違うロースターのが来るんだ。違うロースターのが来ます。楽しいね、はい、あとはいろいろコラボもさっきやってるようなのが出てましたね。そうですね、それこそ、インフルエンサーさんとコラボレーションをして、ゲンさん。そうですね、ゲンと文庫食堂さんとコラボレーションをして、まあ、オリジナルのブレンドを一緒に作って、なるほどなるほど、ドリップバッグにして販売したりしてます。結構こういうマグとか、あ、そうですね、いろいろプロダクトもあるんですよね、ポストコーヒーは。このアミちゃんは弊社でインターンをしていただいてたんですけど、なので一緒にマグを作ろうっていう感じで。へー、かわいい。なんかこれ遊び心なんですよね、結局普段手元に置いていてなんかちょっとワクワクしたりちょっと楽しいみたいなところ。いやー、じゃあ現状すでに楽しいこといろいろやってるけどこれから先いろいろ仕掛ける予定になってるっていう感じなんですね。そうですね。ちょっとじゃあ未来の話少しだけこのぐらいだけ聞いていたいちょっといいですか。そうですね、直近で言うとこういったドリップバッグとかいろんなロースターさんのドリップバッグとか、まあ、いろんなロースターさんたちの豆をですね、小売店で販売するチャンネルっていうのをポストコーヒーで作りたいなっていうのを思ってます。もうちょっとわかりやすく言うと、そうですね、高級スーパーとか、高級雑貨店とか、そういうところにこういった、そうそうたるメンツのロースターさんの豆がこう置かれる。え、どこのスーパーで並ぶとかそういうのは言えない。まだ言えないですね。言えないですねそれをポストコーヒーが、まあ、統括して。そうですね、まあ、これまでは結構こういったロースターさん自身でそういうことをやるのがものすごく難しかったっていうのを、そうでしょうね、まあ、弊社が代わりにやってあげることで、まあ、こういった美味しいコーヒーが流通していくっていう世界を作りたいなっていうのを。めちゃめちゃいいじゃないですか。いや、自分のところで自分のものしか売らないっていうのはやっぱりなかなか広がりにくいって僕も思うので、いやー、これ面白いな。ポストコーヒーが自社で焙煎しているものを特に前面に出そうとか全然しない。そうですね、やらないですね。ポストコーヒーはあくまでも、ロースターさんが、まあ、コーヒーマップっていうのがあったとして、ロースターさんって結構浅入り
の業者さんがすごい多いんですけど、うんうんうん、まあ、深入りが少なくなっちゃうので、うん、そこをコストコーヒーを補填していくみたいなイメージです。なるほどね、はい、素晴らしいですね。そうやってバランスを取ることによってまんべんなく幅広いコーヒーを一般の方に楽しんでもらえるようにと、こういうことですね。はい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 。これでちょっとそのパートナーのロースターで足りてない味のゾーンをポストコーヒーが自社で作っていくと。そうですね。最高っすね。ちょっとその次の展開気になってるんですけど、コーヒーフェス、コーヒーフェスの全国展開仕掛けるんですか。いやでこれ言っていいの大丈夫ですか。ちょっといいかもわかんないですけど、すごっ。どういうことやるんですか、これ具体的に。まあ、弊社のパートナーになっていただいているロースターさんとか、うんうんうん、あとは地元のローカルロースターさんたちを交えてコーヒーフェスを、まあ、ポストコーヒーが主催で開催するということを、まあ、主要都市各都市でやりたいなということを考えてます。楽しいじゃないですか。これ今年起こるんですか、そんな。そうですね、イベントが。うわ、最初どこからとか。最初はまず東京、東京で開催しようと思ってます。すげー。いやすごいですね。でもこういうのは一般のコーヒー好きの方みんな楽しみなんじゃないですか。そうですね。なんかこれをか、うん、まあ、これをやることによって、うん、それこそ美味しいコーヒーがいろんな人に一気に広められるんじゃないかなということを、はい、うん、考えているので、楽しそうっすね。ぜひ太蔵さんも、うん、このコーヒーフェスに太蔵も参加いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。マジですか。太蔵参加していいですか、じゃあ。うん、ぜひ。なんかそれはね、はい、面白そうだなってただただ思ってるだけですけど、まあ、ロースターとして出展というよりは、例えばこう YouTube 一つのメディアとして参加させていただくとか、うんうん、なんかできたらいいですね。そうですね。それこそあのオンラインとオフラインがこう、うん、うまく混ざり合ったような楽しいフェスになればいいなと考えてるので、ぜひちょっとじゃあ詳しく相談させてくださいよ、はい、ぜひお願いします。じゃあこの後会議に入りますんで、そこで。気になってしょうがないですけど、リアル店舗ポストコーヒーっていうお店を出すってことですね、はい、そうですね。ポストコーヒーっていう名前はそうなんですけど、うんうんうん、これもやっぱり全国のロースターさんの豆が購入できるリアル店舗で考えてます、うん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 、なるほどなるほど、はい、おうおう、その後とかもちょっと気になってしょうがないけど、はい、来年、再来年、もうその先ペケペケになっちゃってるけどここは完全に言えないゾーンですね。そうですね。この2000ペケペケ年が何起こるかマジ楽しいですけど、まあでもアジア展開もね、自然な流れでそうなるでしょうね、当然。そうですね、やっていきたいですね。この国内でこれだけ盛り上がれば、うん、自然にそうなるしね。全自動のこれはどういうことなんですか。はい、そうですね、これは、まあ、全自動のコーヒーメーカーを作りたいなってことを考えていて、既存のものと違う機械と。そうですね、それこそ、うん、ロースターさんの豆を入れたら、うん、そのロースターさんのレシピでちゃんと抽出をしてくれるコーヒーメーカーみたいなものをイメージしてます。すごいじゃない、それあったら面白いね、それいいよね、豆とレシピがちゃんと紐づくっていうのね。そうですね。いや面白い事業がいろいろ進行してて、今日その企画会議を太蔵が邪魔しちゃってるっていう状態になってますけども、今後もワクワクさせてください、はい、ね、ご覧いただいている皆さんもポストコーヒーさんこれからいろいろな展開を見せてくださる、もう間違いない感じになってますね。もうすでに見えちゃってるんで、ぜひ私も一緒にコーヒーを愛しすぎてしまった男として皆さんと一緒に楽しみたいなと思ってますけども、ね、まずはちょっとそのコーヒーフェスの打ち合わせ改めて、じゃあ時間とらしい、はい、ぜひお願いします。お忙しいと思いますけど、よろしくお願いします。あと一つ、太蔵さんに、はいはい、なんかぜひ協力お願いしたいなと思っているものがあるんですか。ありまして、先ほどちょっとちらっとお見せした、コラボレーションの商品を、うん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 、ぜひぜひ太蔵さんとも一緒に作らせていただきたいなっていうのを。へえ、まあ、この企画、いや、ね、いいじゃないですか。ぜひやりたいですね、はい、ぜひ連載でやりたいなっていうのを。連載でこの連載で黙っちゃって何言ってるかまだ私は分かんないですけど下村さんの中ではもうストーリーができてるわけですね。
どういう切り口が面白いのかなんて話が始まるとこの会議あと2時間コースになりますから、まあ、今日ちょっと動画をこの辺にさせていただきたいと思いますけれども、ホストコーヒーさんのまだまだ溢れる魅力についてはまた今後もいろんな動画で出ていくんじゃないかなと思いますので、もしチャンネル登録等お済みでない方いらっしゃいましたら登録の方もよろしくお願いいたします。さあ実はですね、今日私この後下村さんに一つ教えてもらいたいことあって、初回の箱にドリッパーついてくるじゃないですか、はい、あのドリッパー組み立ててやってみたんですけど、なんかポストコーヒー的なお手本っていうのか、うん、オフィシャルのコーヒーの入れ方ってあるんじゃないかなと思って、おお、なるほど。すでに泰造がやってみた動画は上がってますので、ちょっとそれもね見ていただきたいんですけども、ちょっと入れ方独特なんですよ。ポストコーヒーさん的にどうやって入れるのがまあ正解なのかっていう、ぜひちょっと社長が言うんだから間違いないシリーズで伺いたいと思ってこの後そういう動画出るんじゃないかなと思いますので、そちらもぜひ楽しみにしてください。いや今日はありがとうございます。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。ハッピーなポストコーヒーライフを。